料理少年、慶太郎は、霊竹、広子の児童文学作品。1991年には、関西テレビの半球ドラマシリーズ枠で、2001年には、NHK 教育テレビのドラマへの主枠で、テレビドラマ化された。どこにでもいる、普通の少年、高野山慶太郎。実は、天才的な料理人だった。彼は、ひょんなことからところどころで、料理勝負をする羽目になる。 料理少年料理少年オムレツ勝負慶太郎料理少年慶太郎対社長少年料理少年慶太郎ポップコーン作戦1990年講談社キララティーンズから作品名料理少年として世にで講談社青い鳥文庫で刊行される際に副題が付くジャイブカラフル文庫から新相版になるにあたってシリーズタイトルに料理少年慶太郎が使用された いずれも、表紙イラスト及び差し絵は、石川淳が担当。キー局である、関西テレビでは1991年4月12日から12月27日まで放送。全37回。エンディングでは、料理監修を務めた、真田明彦が、毎回料理のワンポイントアドバイスを紹介していた。 キャストスタッフ放送局2001年10月6日から12月15日まで放送全員12回 NHK 大阪放送局制作で物語の舞台も大阪である一番の特徴はミスターアジッコや中華一番焼きたてジャパンなどで見られる大胆でレツなリアクションを特撮の手法で見事に表現していることである 菊池俊介や渡辺忠明をリスペクトした、水木一郎による、主題歌や、ワンダーバーなど、往年のヒーローソングや特撮 BGM を彷彿と、させる音楽も、話題となった。キャストスタッフサブタイトル K 太郎 VS ストーカー7、福人の挑戦状リベンジ大作戦好き嫌い少年、旧五先祖様健山。誓いのダイエット美人恩名氏の憂鬱通虫料理戦。 プラネットボンバーバーちゃんの恋社長少年、MJJ 禁断のマリコ最後の晩餐。ありがとうございます。